皆様おはようございます。さくらブックマークスのひろみです。今回は私が最近購入して本当に本当にお気に入りな手帳と過ごす時間のための文具以外のアイテムを3つ紹介したいと思います。概要欄に購入品は載せていますが、今回はこの商品でないとというよりはこのキーワードでお好みのアイテムを探してみてくださいというものなので、お気に入りのものに出会って皆様の手帳タイムがより楽しいものになればと思っております。最後は照明も暗くなっていきますので、お休み前にリラックスしてご覧ください。ということで、今回のおすすめアイテムの前に私の今までの朝の手帳タイムの始め方を紹介します。こちらは昨年の夏頃から使っているロールオンタイプのアロマです。これはね、手首や耳の後ろとかに塗って、ついでに鼻の下にも塗って仕上げてるんですが、散歩前にもね塗ったりしてます。で、もう一つのアロマオイルはディフューザーがあるにもかかわらず、水を入れるのがめんどくさくてアロマストーンを使ってですね、こんな上品な感じではなく、いつもダバダバと垂らしてようやく手帳を開いて一日を始めていたのですが、あそこに2つ出張している緑の子たち、こちらが今回紹介するアイテムです。お香です。お香はね、昔大好きでよくいろいろな種類を集めてたんですけど、その後アロマオイルになって、今回十数年ぶりに購入しました。でね、家に使い捨てのライターもあるのですが、こんな周辺アイテムも見つけて一緒に飾ってます。このマッチにね、火がついた時の香りすら最近アロマに感じてますけれども、こんな感じで赤と青の2色のマッチ棒が入っています。で、今回お香をおすすめしたいと思った理由がですね、長さが視覚的に分かるところなんですよね。この長さを頑張りたい時にもリラックスしたい時にも利用できるのがおすすめポイントです。夜寝る前の振り返りは短い時間なので、私はこれくらい短く折って使っています。日中はこのアロマストーンをメインで使って、朝一番と夜寝る前の手帳タイム、あとは仕事中やる気が落ちた時に短く折って、このお香が炊き終わるまで頑張ろうという気持ちで使っています。これからまたお気に入りのお香も増えると思います。それでは2つ目のアイテムを紹介します。2つ目のアイテムの前に、こちら私の動画でよく出てくるアイテムですよね。このノートスタンドは時期によって毎日使う時もあれば、可愛い要因でデスクにいてもらってるだけの時もあるんですが、このノートスタンドの良さはですね、スタンドで見やすいのと小スペースのところが特に気に入ってます。ということは手帳も同じようにスタンドに置いたら見やすくていいんじゃないかなと思って、ブックスタンドに立てかけて使ってみた時期もあったんですけど、ブックスタンドだとね、大きい圧迫感が今度は苦手で、結局日常的には使わなくなってしまって、何かいいアイデアはないかなと思い続けていました。前置きがだいぶ長くなりましたが、そんな私がついに見つけた手帳スタンドを紹介します。こちらです。ね、コンパクトでしょ。雑貨屋さんにありそうなスタンドで、何も置いてなくても邪魔にならないサイズ感で気に入ってます。作りはね、すごくアバウトでガタガタするし、平行も出ていない作りなのですが、使ってて特に気になることはないので満足しています。こういうのね、100均でも売ってるのかもしれないんですけど、私は見つけられなかったので、いつものAmazonでプレートスタンドやワイヤースタンドで検索してヒットしました。求めていたのはブックスタンドではなくてお皿立てだったみたいです。ノートを閉じた状態で置くとこんな感じ、開いた状態で置くとこんな感じです。横からの様子。最近の私のデイリーページは基本のバレットジャーナルの使い方の他に、1日に向けての気持ちや
仕事の目標や成果を分かりやすく書くようにしているので、スタンドに立てかけて常に見えるようにしたことで朝のフレッシュな気持ちを継続しやすくなりました。次で最後のアイテム紹介です。最後におすすめしたいアイテムはデスクライトなのですが、その前に重要なのがこちら、電球です。どんな電球でもいいのですが、優しい明かりの電球がおすすめです。私は調光可能なエジソン電球を購入しました。それではこの電球に用意した本体を紹介します。こんな子をお迎えしました。こんな風に真ん中のトグルスイッチでオンオフの切り替えができるようになっていて、電源につながっているコードで好きな明るさに調光することができます。一応この調光ダイヤルでもライトのオンオフができるようになってます。ここからは撮影用の照明と部屋の明かりも消していきますね。撮影用の照明を2つ消します。次は机の照明、天井の照明も消すので暗くなります。嘘でしょ、暗すぎてカメラの三脚につまずきました。せっかくのムードが台無しです。気を取り直して先ほどの調光ダイヤルを回すと、こんな風にいつものデスクが幻想的な空間に変わります。手元が見えるくらいの明かりにして、これから今日の振り返りをするのですが、その前にこちら、デスクの左側に間接照明があって、前までは暖色のライトでいいなって思ってたんですが、これから試しにちょっと電気をつけるので明るくなります。こんな感じなんです。今になっては眩しいんですよね。ということで間接照明の電球も暗いものに交換しました。200ルーメンで 25W 相当とかなり暗めです。この明るさからこの明るさに変わりました。これで眩しくもないですし、足元もギリギリ見えるようになったので、つまずくこともないでしょう。机に戻りまして、目の前の壁には昨年のデスクメイクオーバーの時に取り付けたライトがついているのですが、今動画に映っているよりも明るく見えているので、こちらも消します。夜お風呂から上がって寝る準備が整ったら、短く折ったお香を焚いて、この明かりの中で夜の手帳タイムを過ごしています。この環境になるまで、実は一日の最後の振り返りは苦手でやらないことが多かったのですが、今では一人で過ごすこの時間がとても好きで楽しみな時間になってます。充実した一日を過ごせた日はもちろんですが、何かで落ち込んだり不安になるようなことがあった日でも、この温かい光と好きな香りに包まれて手帳を書いたり眺めていると、自然と最後には温かい気持ちになっています。私のように振り返りが苦手だったり、眠りになかなかつけなくて困っている方、ぜひ好きな香りと優しい光の照明を大好きな手帳とともに試してみてください。最後に私も注意してるのですが、お香は火を使うので、くれぐれも火の扱いには気をつけて使ってくださいね。それとエジソン電球は調光を暗く絞ってると触っても少し暖かい程度ですが、明るめにしてると結構熱くなるので、お子様やペットが予期せぬ方向から飛んでくるお家の方は、デザインがカバー付きのものを選ばれるといいかもしれません。
私もこの鈍臭さなので、やけどしないように気をつけています。まあそんなに明るくしなければ問題ないですけどね。今日はこのままライトを消して終わりにしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。おやすみなさい。